皆さんこんにちは。コンパル流能楽師山井綱です。高砂町舞台高砂やこの裏舟に帆をあげてを皆さんにも一緒に歌っていただきたいと思います。まず私が一人でですね歌ってみますので、聞いていてください。歌える方はご一緒に、どうぞ。では参ります。高砂やこの裏舟に帆をあげて、この裏舟に帆をあげて、月もろともにいでしおの波の淡路の島影や遠くなるおの大きすぎて、ほやすみの絵に月にけり、ほやすみの絵に月にけり。はい、いかがでしたでしょうか。でこれをですね、能の伝統的なお稽古の仕方、オウム返しと申します。能は口伝伝承で伝承してまいりました。師匠から弟子へ、親から子へ、子から孫へ、口伝えで伝えてきました。これを、師匠と一対一でですねこう口ずさみながら稽古をしていくこと、これをまあオウム返しというふうに言いますが、そのやり方でやってみたいと思います。私が歌いましたらば皆さんはその後に続いて声を出すということでやってみたいと思います。では参ります。高砂の屋。はい、この裏船に、はい、帆をあげて、はい、この裏舟に帆をあげて、はい、月もろともにいでしおの、はい、波の淡路の島影や、はい、次がちょっと難しい。遠く、はい、なるおの大きすぎて、はい、はあやすみのおえに、はい、月にけり、
月にけり、はい、はい、結構ですね。ではこれを私と一緒に、最後まで、最初から最後までつなげてですね、歌ってみたいと思います。能の歌いは背筋を伸ばして普通の声楽と全く一緒ですね。そして、腹から声を出す。息をたっぷり吸いて、1文字目からたっぷり声を、息を出します。そして息継ぎもお腹に息をたっぷり吸って、それから、息をたくさん吐きます。基本的には声をセーブせずに全力で大きな声で歌うつもりで、そして肩は動かさないように、胸式呼吸にならないようにですね、まっすぐ軸を取ってお腹に力を入れる。腹式呼吸、お腹を膨らませる呼吸で、最後まで、歌ってみたいと思います。ではご一緒に参りましょう。では参ります。せーの、はい。高砂屋、この裏船に帆を上げて、この裏船に帆を上げて、月もろともにいでしおの、波の淡路の島影や、遠くなるおの大きすぎて、はあやすみのおえに、月にけり、はあやすみのえに、月にけり。結構でした。能の歌いをですね、腹から心から歌うことによって心も体もすっきりと、いたします。そういう癒しの作用ですね、そういう作用が能にもありますので、この素晴らしい能の歌い、皆さんにもぜひ味わっていただきたいと思います。